走は4号艇田村貴信、未来を担う4000番台の一番星が若松の夜空に光り輝きます。デビューから着実にステップアップを重ね、わずかデビュー4年と9ヶ月の SG 初制覇。5号艇が応戦した、2号艇3号艇流れた、そしたのは5号艇の井口だ。5号艇の井口が先頭完全に抜け出し、両陣ついに栄光をつかむ瞬間がやってまいりました。今最も輝きを放っている銀河系一番星、ここにニューヒーロー誕生の瞬間であります。女神や湯川浩司に微笑みました。まもなくゴール、先頭湯川浩司優勝おめでとう、ゴール。第9回オーシャンカップ、幻想的な若松の水面に波乱も嵐も踏み越えたシリーズ6強が登場。いよいよ伝説の夜はクライマックスを迎えます。進入のスタイル4対2と分かれました。 SG 第9回オーシャンカップ第12レース優勝戦、インコースから1番2番3番6番アウト4番5番です。スタートしました。5コース角からトップスタート突き抜けていったか。4号艇の田村貴信一気に絞っていく体勢、1周1番は飲み込んだ。4号艇田村、2号艇の松井外から攻める、内から1号艇5号艇殺到も5コース角から一気のまくり一撃、先頭4号艇田村貴信独走体勢、上位体系4番2番5番の体勢となっています。先頭は4号艇田村貴信、未来を担う4000番台の1番星が若松の夜空に光り輝きます。デビューから着実にステップアップを重ね、わずかデビュー4年と9ヶ月の SG 初制覇、目標の賞金王出場へもグイッと近づく栄光の勝利となります。上位体系4番2番5番でまもなくゴールを迎えます。先頭4番田村初優勝、ガッツポーズ通り2着はその後ろから1番2番3番4番5番6番です。全体スピードを乗せてきました。2秒前1秒スタートしました。逆方向のスタートの1番手センターから先方での試合だ。3号艇の試合が最高か。2号艇が応戦した。2号艇3号艇流れた、そしたのは5号艇の井口だ。5号艇の井口が先頭を完全に抜け出しています。続いて5号艇が独走でバックスレッジを通過、そして2番手が1号艇の浜野屋健人です。3号艇には3号艇の白井英治、最終ターンだけ先頭でターンした5号艇三重の井口よしまり、1号艇の浜野屋健人は2番手です。先頭5番の井口ゴールイン、抜けていきました。あの時の心境というのは、もう突き抜け取ったので、奥さんと子供の名前をずっと叫びました。進入コースからドラマがありました。臨戦は湯川、2コースが松井、3コース平石、4コース西村、アウトが取り替え山崎智也であります。進入体系インコースから1番3番4番6番5番2番グランドチャンピオン決定戦スタートしました。さあ内寄り2艇1号艇湯川、そして3号艇松井茂、アウトコースから2号艇山崎、さあ山崎渾身のまくりでありますが流れていった。1号艇湯川浩司、さあ1号艇湯川己との戦い、重圧に打ち勝ったか。1号艇湯川浩司が先頭であります。これが何話のど根性であります。湯川が先頭、スタートは前提正常でした。2番ター3号艇ランダムにのし上がります。湯川浩司が先頭です。2番ター3号艇松井、6号艇西村3番手、気は熟しました。伊手前王子ついに栄光をつかむ瞬間がやってまいりました。今最も輝きを放っている銀河系一番星、ここにニューヒーロー誕生の瞬間であります。女神は湯川浩司に微笑みました。まもなくゴール、先頭湯川浩司優勝おめでとう、ゴールイン。2番山崎5番取り替え4番平石の順でゴールイン。1号艇の丸岡正義、バック直線コースに入っていますが、1号艇の丸岡を
号艇の丸岡正則、大きく外で回り手を取って全速で差し込みを狙っていく。3号艇の瓜生正義、さあ先頭争い接戦となっているが、わずかに優勢か1号艇丸岡、先頭1番の丸岡優勝のゴール。もう本当信じられないですね、自分じゃないみたいで。はい、FG 第16回チャレンジカップの優勝戦です。進入隊形は1コースから1番、2番、3番、ランクが4番、5番、6番です。1番、サンター1コース1号艇森田が2コース2号艇菊池、3号艇の6番、ボーサーの右足先で釣り1号艇森田が3号艇2号艇菊池、マークル3号艇の6番、牛が乗せつけてません。1号艇森田が来ました。2番手ですが3号手の特番だこと、内側下4号手のリーチョ、あるいは6号手の最高だと言います。ジュニアの優勝戦パートは成長です。2番手1号手森高志が、2番手4号手リーチョ立ち回る、右手下の3号手の特番切り込んでくる6号手の最高時です。さあ最初は3番手ならば、3番手の3号手の特番、3番手6号手最高、上位体系は1番3番6番の順となっています。夕暮れの稲葉の空にまた一つ新たに輝く銀河の星、森下さんの方が最終3番で得点交戦、3連覇の手札 29.4 回、1号艇の森下さんが3号艇小橋駅、そして6号艇最高陣、切り込んでくる4号艇の木下4番手が先頭1番、森下が勝った FG 初制覇。住之江シティナイターの第46回の高松宮記念特別競争は本日3日目、注目の企画レース85期銀河系スペシャルマッチ最終競争第12レースを迎えています。さあ今日も一日穏やかな競争水面でした。ほとんど風は吹きませんでした。そして今日も高配当が飛び出しました。3日目の競争ラスト注目の一戦はさ、1分芯が回転を始めまして端幕横あたりで船を進めてまいりますが、インコースは1号艇で井口義則。さあ今日の最終競争1号艇の人気の中心、さあ井口が逃げて今シリーズの2勝目なるかです。2コースは2号艇で伊藤正義、そして3コース3号艇の丸岡正則で市歌さん、あとも4号艇で田村貴信、田村が引っ張りました。そして5号艇の森高和馬で6号艇の湯川浩二、スローが市歌さんでダッシュが4号6、動きはなくそのまま枠なり3対3でスタート展示通りで進入体系固まってまいりました。さあ本日3日目のラスト85期決戦を制するのは一体誰になるのか、スペシャルマッチ第12レース、ダッシュの3艇から宝石上がってまいりまして3対3の枠なり進入、インコースから1番2番3番4番5番6番で間もなくスタート、2秒前、1秒前、今スタートしていきました。好スタートはインコース1号艇の井口、人気の中心出ていってダッシュ勢から4号艇5号艇ですが、1マークは逃げる1号艇の井口、逃げていったのが5号艇の森高、さして2号艇3号艇後方4番6番ですが、さあバックステッチは陰線から踏ん張りました。人気の中心で1号艇の井口義成、さあ注目が今度は2番手争いで2号艇5号艇最内から6号艇が上がってきてこの辺り固まって、あとは3号艇4号艇の順、なおスタートは正常でした。ライトマークはトップが1号艇人気の井口、2番手争いは内から突っ込んで6号艇の外を握って待った2号艇、さあしかして5号艇3号艇4号艇ですが、さあ2番手争いはここでわずかに6号艇か、しかし内から5号艇5番と6番が接戦でレーサー2周目とあります。インコースに5号艇の森高、アウトコースに6号艇の優香、そして最中の方にコースを切り替えた2号艇の伊藤と5号艇か6号艇か2号艇かの争い、2周目で出したマークの2番手争いは突っ込んだ2号艇の外を5号艇、内を組まれて6号艇の優香が差し返してまいりますが、内外に広がりましたが5号艇と6号艇両者がまたまた接戦も、わずかに内からさばいて6号艇の優香か、しかし判定審査では5号艇の森高がいましたが、上位が1号艇6号艇5号艇スペシャルマッチ165で固まってまいりました。あとは水替え艇2号艇4号艇3号艇の順になっています。3回目から最終ターンマークは先頭で1号艇の井口義則 で今日も最終のメインレースは1号艇のインニゲ決着、そして2番手6号艇の3番手5号艇でここはインコース6コース5コースの今日の最終のメイン競争は165で紐穴のなってまもなくゴールを迎えます。先頭1番ゴールイン、6番ゴールイン、5番
ik me slecht. Dat je niet zo vaak meer echt praten wil. Dan mis ik de tijd dat ik kwaad op je kon zijn. Nu is het stil. Met het vallen van de nacht fluister ik nu zacht. Hoor je mij misschien? Ik weet gewoon niet hoe. Bij alles wat ik doe, ik kan het niet hebben als het avond is. Oh, want 's avonds mis ik je vaak.